これはね、沼津市の某所で買った馬肉ですよ。これをこのナイフでこれから切ると、うん、こんなナイフをね持ち歩いていいのかっていう考えもあるけど、そのクルアクエストで買った馬肉を切るという正当な理由があるので、これは全く正当な理由のナイフ所持なので、うん、これをね警察が捕まえたらもうあの差別ですね、差別ということで、切り分けました。これから食べていこうかと思います。馬肉のおまけとしてサービスしてもらえたのはこれですね。なんだっけ、まあいいや、なんでも軟骨かこれ。なんとおまけの方が多いという、素晴らしいですね。これをね、あのニンニク醤油につけてですね、それでこのセブンイレブンのご飯の上でいただくということです。ということでいただきます。